では、本日はですね、今から嫁と一緒に車のヘッドライトを買いにオートバックスに行きます。で、今日はですね、嫁が仕事休みで平日でお休みなので、そのヘッドライトの後、ジムに行くっていう流れです。まずは、オートバックスに行きます。はい、それでは今からオートバックスに行きますが、多分皆さんが思った通り、嫁蔵のジムの、荷物がかなり多いと思いますが、嫁蔵さんはいつもこのでかい荷物持って行ってんだよな。こんなさ、スポーツ選手が遠征行く時のさ、俺の修学旅行の、小学校の修学旅行のカバンやからな、あのナイキのやつ。そう、あれだって、でも商用じゃないじゃん。なんで背負ったりするようじゃないじゃん。普通に持つと背負ってるわけじゃん。私背負ってるわけじゃん。だから今度ちょっと改造しようかなと思ってる。どうやって？なんか肩に負担がないように。そういうな、そういうの得意やもんな。とりあえずほんなオートバックス行って、でその後、まあ、最後ジム行くのは決まってるけど、その間のとこは何するかやな。何しようね。お腹空いてないしね。ジム行ってカロリー消費するから、もうそれを考えてプラマイゼロにするためにスタバに行く。スタバ行きたい言うとったな。そう、スタバ行きたい。久しぶりにスタバを飲みたい。スタバないのも、今限定のレモンなんちゃらかんちゃらみたいに、レモン発酵ヨーグルトみたいな。ああ、ほんならとりあえず行きますか。ヘッドライト大差しに。でもめちゃくちゃヘッドライト時間かかったらどうする。もう自販機で我慢する。マジか。自販機のコーラで我慢ね、今日は。マジか。俺コーラ飲んだ後の歯のさ、キュッキュッてなるの嫌いね。わかる、わかる。なんか溶けてる感じね。そうそうそう。だからな、炭酸は年に1回か2回しか飲まんね。でも今年も海で CC レモン飲んじゃったから。でもビールは炭酸じゃないの、あれ。あれちゃうよ。何？あれ炭酸じゃないね。何？あれ？うん。何かシュワシュワするのってこと？うん。オートバックス到着です。行ってきます。それでは今からですね、電気を変えてもらうんですが、その前にちょっと待ち時間があるので、スタバに行きたいなと思います。他にもいつもの、芳香剤も買っておきました。芳香剤は8個買ってます、ストック用で。これ前回買ったやつがもう匂い全くせんくなって、3つずつあるんですが、これは匂いしなくなったんで新しいやつを今開けてもらってます。なってたことないねやめてよ。あー、いい匂い。リニューアルやな。もういっちゃう。そうそう、この二刀流やねんな。いい匂い。それでは今ショッピングモール着いたので、ショッピングモールの中にあるスタバに行っていきたいなと思います。行ってきます。はい、それではスタバ行ってきました。僕はアイスコーヒーですが、嫁蔵さんは最近出たレモンなんとかっていう、今多分写真出てると思いますが、それを飲んでました。味はどうでしたか？美味しかったよ。よかったな。で、その後、1時間だけ駐車場が無料やったから、動物を見に行ってんな。そう、マジで買いたくなっちゃった。ペットに癒されに。でも、ね、ハムスター、ウサギ、猫、犬、モモンガとか見てんな。猫ちゃんもね、飼いたくなっちゃうね、やっぱ見ると。そう、飼いたい。お、なんか飼いたい。俺動物のお世話より嫁の世話するのに大変わ。精一杯やヘトヘトやねん。それでこれ以上もう世話できんでっていう感じやから。ごめんね、なんかなんも言えんわ。でも私も大変よ、旦那の世話。だから、まあ、とりあえずライド行こう。そうね、ライト行きます。それでは今、ライト、ヘッドライトの交換依頼して30分ぐらい待ち時間あるらしいので、その間にちょっと近くを回ってます。何があるか、何を見たいんだっけ。なんか見たいお店あんねんな。渋いとこやなちょっと見てきます。はい、それでは無事ヘッドライト交換してもらいました。ただいま5時です。長かったな。長かったね。結局なんか僕は全然車のことわからないんで、なんか LED なんか、なんか HID なんかちょっとよくわからへんので、いろいろこう戸惑って、これは僕つけれませんよとかいろいろ話になって、もうどれやったらつけれるんですかみたいな話になって、でこんな感じでつけれますみたいな感じで、あ、じゃあそれでお願いしますみたいな。結局2時間ぐらいおったか、っていう感じやったけど、まあ無事ついてよかったね。よかったね、ありがとう。いえ。で、この後はじゃあどうしますか。だってもう帰るしかないじゃん。ジム行く。全
然ジムの気分じゃないし。はい、それでは、ジムの前到着しました。今から行ってまいります。今日は、ちょっと軽くやりたいなと思いますが、久々の夫婦でですね、じゃあ行きます。はい、それでは筋トレして、ちょっと買い物して帰ってきました。今が8時前です。嫁堂さん、とうとう師匠と会ったな。会いましたね。師匠どうやった？優しそう。お前優しいやろな。またもしよかったら一緒にご飯でもって言ってくれとったな。嬉しい。師匠とご飯なんかいろいろ聞いていきたい。ああ、君興味湧いてるもんな、うん、どんな人なんやろなとかな。はい、ということで、まあ結局は何にもない一日やって、オートバックス行って、ちょっとスタバ寄ってジム行って帰ってきただけの一日なんですけど、まあ、僕らの平日の休みってまあこんな感じやったり、まあたまにデートしたりするんですけどっていう感じだったんで、まあ、この辺で終わりたいなと思います。嫁堂さんは今もうご飯作ってくれてるので僕一人で締めたいなと思います。ちょっと台所からガチャガチャ聞こえますが、これで終わりにしたいなというふうに思います。見てもらってありがとうございました。